ポップティーン TV リコリコ、リコリコ、リコリコ、どうも、リコです。なんと、今日はですね、ピン企画の撮影をしております。イエーイ。本当にね、もうこの間はレギュラーモデルとしてピン企画をさせていただいて、今回は専属モデルとしてピン企画をさせていただいたことを本当に嬉しく思います。本当にありがとうございます。もう早速、ちょっと撮影が始まっておりまして、可愛く撮れてるらしいので楽しいです。やったー。ではまた続きに行ってまいります。かわいい、かわいいか。かわいい、いいと思います。かわいい、はい、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、はい、TikTok 無茶振り企画でございます。どういうことですか？お祝いとして流れたの即興で踊るってことですか？でも知ってないから形だけでも。まだまだある。セーラームーンだと思うんですよね、今の音楽的に。だからちょっとセーラームーンっぽくなんか混乱やりました。最後だけ決まればオールオッケーっていう。最後だけ決まればオールオッケーっていう。最後だけ決まればオールオッケー。だってこの胸に信じて生きてきた。泣きたくなるような辛い時もあるけど。やっさ、突っ張り突っ張り。最近知ったんですよ、私。突っ張りってことは、え、どういう意味ですか？なんかヤンキーの上を行った存在みたいな感じのすごい方です。突っ張ることが男のたった一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきた。泣きたくなるような辛い時もあるけど。はい、ということでピン角の撮影が無事に終わりました。イエーイ。本当にね、2回目だったんですけど、ありがたく楽しく撮影させていただきました。ありがとうございます。そしてこちらは12月28日発売のポップティーン2月号で、ぜひそちらもチェックお願いします。じゃあリコでした。バイバーイ。私の TikTok も見てね。